皆さん、こんにちは。これから国語中学3年課題作文を書くの授業を始めたいと思います。今回の学習目標は、与えられた課題に対して自分の思いや考えを相手にわかりやすく伝える文章の書き方のコツを理解することができるです。今回の学習では、条件、 事実と意見、そして遂行の3つのコツを紹介したいと思います。自分が今までどのように文章を書いているかを振り返りながら、このコツを自分のものにしてほしいと思います。まず最初に、課題作文とはどのような文章のことを言うのでしょうか。ここに挙げたのは、 群馬県の公立高校、平成29年度、30年度選抜、後期の学力検査問題の一部です。ちょっと読んでみますね。この問題文を読んで、皆さんは何をどのように書けばいいのか考えてください。まず最初、本文を読んで、あなたが考えたことや感じたことを自分の経験と結びつけて、120字以上、 160字以内でで書きなさい2つ目です文中 C に「人と人のさまざまな関わりの中に褒めることが含まれているのです」とありますが「このことについてあなたが考えたことや感じたことを自分の経験と結びつけて140字以上180字以内で書きなさい」です。 2つの問題文ともにあなたが考えたことや感じたことを制限された文字数で書くということになりますね。何について考えたことや感じたことを書くかというとそれぞれ違います。 ただ、自分の考えや感じたことを書くのではなく、自分の経験と結びつけてとあります。こういったように、まずは問題文をよく読み、何をどのように書くのかをはっきりさせないといけません。では、この問題文はどうでしょうかこれは昨年度の後期選抜の問題です。 ちょっと読んでみます。春に関する言葉のうち、春分、若草、山笑うの中の一つについて発表するとしたら、あなたはどの言葉について詳しく調べ、発表したいと考えますかあなたがその言葉について発表したいと考えた理由を、その言葉から受けるイメージに触れ、 140字以上、180字以内で書きなさい。ちょっと長い文ですね。何をどのように書けばいいのでしょうか。一時停止をして、ちょっと考えてみてください。いかがだったでしょうか。この問題文では、 挙げられた言葉の中から一つを選び、選んだ理由を言葉から受けるイメージに触れて140字以上、180字以内で書くということになります。このように課題作文では何をどのように書くのか、つまり条件をはっきりさせることが大切です。 まず、書き方の一つ目のコツとして、条件というキーワードを挙げました。条件について、いくつか代表的な例を挙げてみます。黄色いところを見てください。自分の立場を明らかにして、表やグラフなどからわかることを、〇〇という言葉を使って、 何段落の文章で、といった言葉について着目することが大切となってきます。次に書き方のコツの二つ目を紹介します。キーワードは事実と意見です。まず、黄色で囲んだ内容を見てください。一つ目のコツである条件。 が書かれていますね。丸一丸二の読み取れること、あなたの考えの違いがあること、これについて考えていきましょう。それでは、このグラフを見てください。このグラフは、国語が乱れているかについて、令和元年度と平成26年度に、各年代の方々に調査した結果を表しています。 ここで言う国語が乱れるとは、例えば敬語を正しく使っていなかったり、若者言葉や流行語をむやみに使っていたり、また言葉の意味を間違って使っていたりしていることというふうに考えてみてください。では、このグラフを見て読み取れることは何ですか一時停止をして考えてみましょう。 いくつか紹介してみましょう。まず一つ目は、数字の高いところ、低いところに着目してみましょう。国語が乱れていると思っている割合が一番高いのは50代の方々で、一番低いのは16歳から19歳の方々。確かにその通りですね。 こんな見方もできるかと思います。調査した年度に着目します。平成26年度よりも、令和元年度の方が、国語が乱れていると思っている方々が、すべての年代において低い。どうでしょうかこれもその通りですね。このように、誰が見てもその通りであること。 を事実というふうに言います。では、今グラフから読み取った2つのことを実際に文章にしてみました。赤字になっているところが事実となります。文頭と文末の書き方にも着目してみましょう。自分の感じたことや考えたことではなく、 この調査、つまりグラフから読み取れることを書いたということが明らかになりますね。では、平成26年度よりも、令和元年度の方が国語が乱れていると思っている方が、すべての年代において低い、ということについて皆さんはどう思いますか 一時停止をして考えてみてください。いかがでしたかある人は、年を追うごとに、いろいろな言葉が使われるようになって、国語の乱れを感じなくなるのかな、と考えました。また、ある人は、 自分の気持ちを言葉で伝えることができていれば、国語の乱れを感じる人が少なくなっていることは気にする必要はないと思うと考えました。皆さんはどうですか当然のことながら、この考えに同じだという人もいるかもしれませんが、当然違う人だっています。このことを意見と言います。 さらに条件が自分の経験と結びつけてと加わるとどうなるでしょうか男の子の例で考えてみましょう。年を追うごとにいろいろな言葉が使われるようになって国語の乱れを感じなくなるのかなという考えに対して自分の経験を振り返ります。そこで男の子は年末おばあちゃんと お笑い番組を見た時のことを思い出しました。超面白いねといった言葉。これは国語の乱れというふうに考えたわけです。では実際に文章にしてみましょう。読んでみます。このグラフを見ると国語が乱れていると思っている割合が すべての年代で平成26年度よりも令和元年度の方が低くなっていることが読み取れます。事実ですね。私はこのことについて年を追うごとにいろいろな言葉が使われるようになって国語の乱れを感じなくなるのではないかと考えました。意見になります。そして最後、自分の経験を加えます。年末、 祖母とテレビでお笑い番組を見た時のことです。祖母が「超面白いね」と言ったのを聞いてちょっと驚きました。しかし自分も普段から使っているし「とても面白いね」よりも気持ちが伝わると思いました。それぞれの書き方の特徴はわかりましたか 書き方のコツの二つ目は、事実と意見についてでした。事実は、その内容が本当かどうかを客観的に、つまり誰が見てもそうだというように確かめることができること。そして意見は、書き手の考え、つまりそうだと判断したことや推測したことを表すこと。このことについては、その通りだと思う人もいれば、 そうは思わないという人もいるわけですよね。これらを書き分ける必要があります。最後に書き方のコツの3つ目になりますが、画面にある3つの文章を読んでみてください。どの文章も修正をしなくてはならないところがありますが、見つかりましたか 意地提唱して考えてみてください。一つ目の文章は、文末の表現をだであるの状態、ですますの形態に統一することです。矢印が直しているものですが、 だであるの状態を使った文章には簡潔になるという特徴があります。また、ですますには丁寧で柔らかい、親しみやすいなどの特徴があります。二つ目の文章は主語と術語の関係が不十分であるということです。二つ目の文になります。 主語がそれは、述語は優勝したのですとなりますが、つながりが変だということがわかると思います。それでは修正をしてみます。二つの修正の仕方があります。まず一つ目は、主語のそれはを活かして述語を変える方法です。それは初めて優勝したからですとなります。 また、二つ目の修正ですが、術後の入賞したのですを活かして主語を変えてみます。その時、僕は初めて優勝したのですとなりますね。これらは正しい文章の一つの例となります。伝える相手を意識して、自分が伝えたい内容が伝わっているかどうかをしっかりと考えることが大切です。 三つ目の文章は一文が長すぎて意味がわかりにくくなっています。このような場合、文と文のつながりを考えてつなぎ言葉、つまり接続語になりますね、を使用するとすっきりと整えることができます。遂行するときには一文が長すぎて相手に伝わりにくくなっていないかを確かめることが大切です。 これまで挙げた3つのことですが、実はどれも小学校の段階から学んでいることです。ですが、うっかりしてしまいがちなことでもあります。先ほども言いましたが、伝える相手を意識すること。このことが何よりも大切なことになります。書き方のコツの3つ目は、追行についてでした。 遂行とは書き上がった文章を読み直して文章全体の構成や書き表し方などに着目し文や文章を整えることです。課題作文は文字数や時間が制限されていることもありますので遂行のポイントとして先ほどの3点を挙げたわけです。このポイントを念頭に置きいろいろな課題作文に挑戦してみてください。 また皆さんはこれまでに手紙文や意見文、批評文、読書感想文、また学校行事や楽器の振り返りなど、たくさんの文章を書いてきているのではないかと思います。その中で自分の書いた文章を読み返したり、時には友達の書いた文章を読んでアドバイスしたりした経験もあるかと思います。その際、ここに挙げたような 遂行のポイントを押さえる必要があります。遂行とは決して誤字脱字の確認をすることだけではありません。例えばここに挙げた奥の選び方という点で考えれば、皆さんよく感動するという言葉を使いますね。感動するという言葉には、この他に感極まるとか、心を打たれる、目頭が熱くなる、胸にグッとくる、 といった言葉も同じような意味を表します。感動するを先ほど言った言葉に変えることによって文章全体の印象はだいぶ変わってきます。遂行の上で大事なことは自分の伝えたい思いや考えを相手にわかりやすく伝わっているか、つまり常に読み手の立場に立って 文章を読み直す必要があるということです。最後に学習の振り返りを行いたいと思います。今回の学習目標は、与えられた課題に対して自分の思いや考えを相手にわかりやすく伝える文章の書き方のコツを理解することができるでした。書き方の3つのコツとして、 条件、事実と意見、追考を挙げました。どれも大切なことは、読み手の立場に立った視点で書くということでした。自分の考えを伝える場は、国語の授業に限らず、他教科の授業や学校生活、日常生活の中にたくさんありますし、書いて伝えるだけでなく、話して伝えるという方法もあります。 今回の学習でなるほどと思ったことをぜひ活用して自分なりのコツをさらに発見してほしいと思います。以上で課題作文を書くの授業を終わりにしたいと思います。